究山畑優馬 VS 元木。ライト級3分3ラウンドの一戦です。なお試合前に同調整を一致しておりま、放送席には、ミスターライズこと結城さん、そしてミドル級2位にランクをされていますブラックパンサーベイノア選手、そしてライト級3位にランクをされています中村寛選手、お三方をお迎えしてお送りをしてまいります。改めてお三方どうぞよろしくお願いいたします。お願いしま す, します。さてライト級の試合なんで中村選手にお話を伺いたいと思いますけれども、現在ランキング、はい、6位の山畑選手が出てきましたね。ああはい、そうなんです。今気づきました、はい。このライト級の一戦なんで、もしかすると、将来的に相まみえる可能性もあるわけですけれども、はい、いかがでしょうか。そうですね。ねえ、試合は多分僕、何回か見たことあるんですよね。はい、まあ、ちょっとあの手がかりでちょっといろんな、ね、ことを気づきましたら、ぜひ教えていただければというふうに思いますけれども。はい、はい、分かりました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、この両者ですけれども、今ちょっとリングの調整が行われていまして、少し時間が空きましたけれども、両者相まみえます。左が元木です。そして右側が山畑優馬。この両者の一戦です。身長はそんなに変わりありません。元木が174センチ、そして山畑が172センチという両者の一戦になります。はい、こうだ。さあ両者今分かれました。まあ、元木は一つ流れを変えた一戦、そして山畑も前回はまあ痛い黒星を喫しましたので、そこからの再起戦です。第1ラウンドがスタートをしました。まあ、共にサウスポーで入っています。まあ、元木選手は結構スイッチもする選手なんですが、ローキック、おー、ローキック3つゲッター。いや、いきなりベノさん来ましたね。ローキック連打ですね。でしたね。まあ、ローキックといえば結城さんなんで、はい、じゃあちょっと結城さんに聞きましょうか。いかがですか。そうですね、やっぱりあんだけ連打が打てるっていうのは非常にバランスがいいですね。で、戻しが良かったんで、はいはい、あんだけの連打はちょっとこう、まあ、今後効いてくるんじゃないかと思います。はい、やっぱり結構ローキックは得意なのか、そして左のストレートまでつなげていきました。まあ、やっぱりそのキック連打するときは戻しっていうのがユキさん大事なんですね。そうですね、戻さないとやっぱ次が出ないんで、はい、でその辺が結構スピードがあったし、はい、まあ、でもこれサウスポー同士だから前足じゃないですか、あまりこう打たれ慣れてないと思うんで、はい、ああいうのをコツコツやっていくと後半効いてくるんじゃないかなと思います。まあ、今回ともにサウスポーの一戦、まあ、右の、ね、足のかなり前足が、元木は赤くなってくるんじゃないかなというところではあります。左のストレート、まあ、今中央を取っている、方が山畑ですけれども、まあ、試合の入りという部分では中村さんどう見てますか。そうですね、まだあんまりどっちの距離かっていうのはわからないんで、はい、お互い探り合ってる感じ違いますかね。うん、まあ、最初はちょっとあのお互いにねローキック出しましたけれども、その後ちょっと落ち着きましたかね。落ち着いてはいます、はい、今は。でもお互い蹴りからちょっと崩そうかなっていうところが今ちょっと見えるなっていうところですよね。はい、まあ、比較的こう蹴り合っているそんな一戦になっています。まあ、勝った試合では山畑選手は左のミドルを多用して勝ったのが朝原翔平選手の試合でした。右のジャブを出していきます元木。ロッキックへつなげる、もう一回ロッキック蹴り合い、ちょっとローブローのアピールをしています元木。山畑選手、左のアウトローいいですね。はい、あれ続けて蹴っていきたいですよね。あれはちょっとあの対策しないと元木も難しいと思うんですが、元木選手としてはあれどういうふうに考えたらいいんでしょうか。で、効いてるかがわからないんでちょっと全く何とも言えないですけど、はい、もし効いてるなら、あのカットをした方がいいと思います。はい、まあ、そんなにダメージないんであれば、まあね、それはそれでという感じですもんね。そうですね、はい、この山畑選手の朝原選手と戦った時の動画を僕結構よく見てますが、朝原選手あの唯一の友達なんで、よく見てたんですよ。唯一の、はい、いやいや、ミドルキックが、ね、かなり伸びてくるんですよ。遠い距離からでもすごい綺麗に打てるというところでは、はい、あの今結構ローキック対応してますけど、うん、
途中でハイキックとか来るんじゃないかなっていう印象はありますね。あ、まあ、そこで上下ちょっと変えてくることでいろんな目線変わってくるわけですね。そうですね、技術的に、ね、結構高いんで、ね、今のもそうですし、元木選手のカークも、結構いい感じに入ってんじゃないかなって感じがします。お互い前足潰し合ってる感じありますよね、第1ラウンドが終了しました。まあ、カフキック、素手の横側を蹴るキックですけれども、まあ、共にサウスポーですが相四つなんで比較的ビーノさん当たりやすいわけですよね。そうですね、まあ、お互いローを高さ変えながら蹴り合って、はい、まあ、そのまま終わっていったっていうような展開だと思うんですけど、まあ、ちょっとシーンを見てみましょうか、はい、でも蹴りだけじゃなく山田選手こういう左のストレート当たり出してるんで、2ラウンド以降もちょっと距離変えたりタイミング変えていったら当たっていくと思うんで、はい、ちょっとパンチを当てるコツはつかんこのラウンドで掴んでるのかなとは思いますけど、まあ、かなりこのローキックのところをね、今映像でもご覧いただきましたけれども、ただそのローからつなぐっていうところもあのできているというのが今中村さんの指摘ありました。そうですね、まあ、でも2ラウンド目以降元木選手も多分いろいろ修正してくるとは思うんで、そこも見どころです。第2ラウンドがスタートしています。共にサウスポーで入って、まあ、元木はスイッチの選手ですけども今日はおそらくそのままサウスポーで、あーっと左から入ってきた。さあコーナーパンチでまとめていく。おさあ、ね、打ち合いの展開だった、ね、いや流れ変わりましたね。変わりましたね、一気に展開早くなりましたね。はい、いやこれ一つ動かしてきました。おお、ちょっと今こういうパンチになった時に、さっきの1ラウンドの蹴りを散らせる人が、あのこのあとラウンドのペースとかをと持っていくと思いますね、まあ、このあたり先ほどですけど山畑選手はちょっとねあのハイキック出したら面白いんじゃないかみたいな話もありましたしね、はい、もしかしたら山畑選手はミドルもハイキックも多分対応できると思うので、こういろんな蹴りにつなげるためにローを散らしたのかなとも思いますね。はい、さあローキック、まあ、中村さん今ご指摘ありましたけれどもちょっと面白い展開にはなっています。山畑が作っています。山畑選手しっかりと前足カットをしてるんで、すごい上手ですね、あれ結構ね蹴ってて骨でカットされてるんで、後半蹴れなくなってくるんじゃないかなっていう感じがします。はい、ベノさんここまでの展開2ラウンド、まあ、ちょっと動かしましたけどいかがですか。まあ、そうですね、山畑選手がパンチのタイミング少し掴み始めたかなって感じがします、あとまあしっかりどっしり構えて、やっぱ真ん中ストッツでブレないんで、まあ、ちょっとどちらかというと全体的に印象がいいのかなって感じがしますよね。はい、おわここも打ち合い、はい、気になるとしたら元木選手の、まあ、ちょこちょこカーフが、今のもいいですね。そうですね、あのやっぱりパンチで逆にタイミング取れてきて、山田選手が前に行こうとすると前に体重が乗るんで、そこにやっぱりタイミングよくカーフが当たってくると、前やっぱりどっかのタイミングで効いてくる可能性もあるかなっていうのはありますね。あのさっきのちょっとでだけですけど山田選手気にするような素振りもありましたからね。そうですね、聞いてるかわかんないですけど、でも、ね、やっぱりパンチ打ってる時に前合わされるの嫌なはずなので、元木選手はこのパンチ打った後に蹴りまで行きたいですね、はい、そうパンチで行くのか、蹴りで行くのかもう単体になってるんで、まあ、ちょっとつなぎが欲しいというところですね。そうですね、上に意識いってる時にロー蹴るなりカーフ蹴るなりしていきたいなっていうのが、ボディに左合わせていきました。まだそういった点でいうと、つながるかつながらないかっていうところでいうとですね、山畑選手非常にやっぱバランスいいですね。あ、はいはい、元木選手はちょっと打った後に少しバランスを左右にこう崩しているところがあって次につながらない、はい、ただ山畑選手はやっぱ次につなげている、はい、結構しっかりとどしと構えれてるんで、そこがちょっと今のところ差が出てきてるかなっていう印象があります。内割りの姿勢っていうことをですね。そうですね、はい、さあここアッパーを打っていきます。元木ボディへ。元木選手もこういうパンチね、はい、いろいろ散らしてるんで、このままちょっとギア上げていけたらいいですよね。はい、ハイキックはかわします。ちょっと山畑選手が余裕を持ち始めたかなというふうにも見えますが、どうか。おっと、ちょっと今、ゴングの終わり際に打ちましたけれども、第2ラウンド終了しました。さあ、この2ラウンドはゆきさんどんな印象でしょうか。そうですね、そんなに差はないかなっていう感じなんですけど、でもじわじわと山畑選手が、余裕を持って戦っているという印象はありましたけど、まあ、それでもまだ、元木選手は、パンチのチラシが上手なんで、はい、そこからこう次展開、期待したいですね。
まあ、この接近戦では、ね、かなりこうスリリングな攻防もありました。まあ、あとはビノワさん先ほど指摘をされていたそのカーフキックがこのあと3ラウンドでどう影響してくるかですよね。そうですね、前に来たところでタイミングが入れてはいるんですけど、はい、まあ、やっぱり印象的にはカーフを当てるよりもパンチの方が印象はいいので、はい、まあ、このまま3ラウンド耐えたらというか、うん、そんなに気にしなかったら あまり印象は変わらないかなと思うんで、まあ、元木選手としてももうちょいパンチで突破口を見出していきたいのかなっていうのはありますよね。うん、3ラウンドがスタートしてます。早速のパンチでいきました。やっぱりお互い明確に取ってるっていう気はしてないかもしれないんで、ちょっとパンチでテンポ上げて展開変わるかなって感じはしますよね。中村さん、がっつりこう有効だみたいなそういった振り分けられるはっきりしたラウンドってここまで印象としてはいかがですか？そんなに大差はないです。あ、なるほどと思います。そうするとこの3ラウンドで変わる可能性は勝負が決まる可能性は十分あるってことですね。そうですね、でもこのままずるずるいったとしても山畑選手の方がポイントは取るんじゃないかなとも思えるんで、はい、まあ、その流れをちょっと押しているように見えますね。ですね、変えられるかどうかというところ蹴り合いになってます。こういう、相手が打ってくるところも山畑選手はよく見てるんで、まあ、そういうところもなんていうんですかね、最後の印象になるとやっぱり見てる方、ブロックしてる方、はい、おー、やった、ハイキック。いや、今ゆきさんいいパンチでした。そうですね、はい、でもそんなに効いてる感じはしないですよね、まあ、ちょっとしっかりとここは印象点として効いてるか、そうですね、やっぱり逃げるしかないですね、ここはね、はい、上手に受け流してほしいですけど、やっぱり構えがいいですね、山田選手は、はい、まあ、打ち終わった後次のあとハイキック、全然ぶれないですね、体強いですよね、はい、これやっぱりしっかり体幹してないとベノさん難しいんですよね、この体勢。そうですね、はい、しっかりブロック固めて、もうちょっと、そうですね、ブロック固めたいですね、ガードみたいですね、はい、ちょっともらい始めてます元木、ここはちょっと頑張りどころになりますけれども、ゆうきさんいかがでしょうか。やっぱりね、圧力が出てるのは山田選手で、はい、どしっと構えてる感じがありますね、一焦点も、やっぱ山田選手の方がいいんじゃないですかね。ワンツー右、はい、でも返してますね、素晴らしい。いや、このあたり気持ちも強いですけど、それでも中村さん、山田選手前に行きますね。そうですね、はい、元木選手も今みたいに先みたいにちょっと前返してたんで、はい、まとめて、まあ、こういうボディとか、いいボディ、はい、こういうのも最後やからやっぱりこのラウンドで決まるんで、残り1分出たですよね。まあ、単発では結構ゆきさんいいパンチあるんで、これは何かにつなげたいんですよね。そうですね、やっぱトントンとこうコンビネーションにつなげるとか、やっぱりこう今押されてる状態なので、はい、まあ、ハイとか一発につなげたいですね、はい。さあ、そのあたりができるかどうか元木、少し山畑がやはりペースは握り始めている感じです。膝は今クーは切りました、左のフック。山畑選手うまいですね、ちゃんと見てます。最後までこのまま集中切らさずポイント取れば、はい、うん、山畑選手かなって感じですね。左のストレートもしっかりと当たっています、右のフック。今の打ち終わりのフック良かったですね。ですね、狙ってますね、はい、右、やっぱり打ち合いでもやっぱり圧力かけてる方が強くなっちゃうんで、どうしても相打ちになっても、はい、あ、ちょっと前出てきましたね。いいですね、今左良かったですね。これ元木は頑張りどころ、残り20、いけるかどうか。そうですね、続けたいですね、いなくなかったら前出たいですね、はい、こういうのいいですね、こういうの、でも山畑選手もしっかり見てますね、さあ、そのまま山畑が逃げ切るか、元木を押し返せるかどうかというところ。もうこうなったら印象ですね。ですね、アッパー、第3ラウンド終了しました。まあ、イーブンであれば延長1ラウンドがあるという試合です。まあ、3ラウンド全体ご覧になってベイノワさんいかがでしょうか。まあ、そうですね、印象としては山畑選手が、ずっとペースを全体的には取ってたのかなっていう感じはしますね、はい。改めてベイノワさん、その山畑選手の良かった部分を教えてもらえますか。まあ、やっぱり最後までブレなかったですし、しっかりブロックするところブロックして返して、はい、パンチまとめるところまとめて、なんか決定的な一発っていうわけではないですけど、全体的にずっとペース握ってたのかなっていう感じはしますね、はい。さあ、判定です。ジャッジ板坂30対29、赤山畑。まずは1射30対29、赤山畑。30対28、赤山畑。ジャッジ永瀬30対28、赤山畑。以上3対0の判定をもちまして勝者山畑優馬、1ポイント差が1社、そして2ポイント差が2社ということで山畑優馬が勝利をしています。解説には第9歳の中村寛選手をお迎えして、お送りをしてまいりました。この試合第96位の山畑が勝ちました。改めて山畑選手に受けた印象を教えてください。上手ですね、はい、はい、
この試合完封勝ちというか危なげのない勝ち方になっちゃうかなと思います。技術面で特にこう印象に残ったって感じですかね。そうですね、技術面、技術面、防御が上手ですね。確かに綺麗な顔をしてますもんね、3ラウンドを戦いましたけどね。なんか芯を捉えさせない戦い方をずっと3ラウンド通せてたんで、もう完全にずっと山田選手のペースだったかなと思います。めっちゃ良かったですね。はい、ということでライト級の3分3ラウンド延長1ラウンドの試合、3ラウンドで判定決着つきました。3対0、1ポイント差が1社、2ポイント差が2社つきまして、山畑優馬、元木を下しています。